あれ、あった、よいしょ、これか。これじゃあ、一つずつ買っていかないかな。これがある、すいません。これと抹茶、抹茶もある。おはようございます。自転車が自転車がパンクしたから、ちょっと、後ろかな、自転車屋さんに来たんですが、なんか閉まってる気がするな。ここ工事してるのか。工事してるな。広島書店の横の自転車屋さんに来たけど、あー閉まってる閉まってるよ。他にどこあるかな。そうね、自転車屋さんすごい好きなんですけどね、あのすごく親切にあのしてくれはるので、すごく丁寧で助かってるんですけど、ここの自転車屋さんなかったらどうしようか。え、どうしようかな。若い渡る自転車屋さん他にあんま知らんな。ちょっと途方に暮れてしまった。南川はここしか知らんから、北川あるかな。全然わからん。花園まで行かないかな。この沿いにはないぞ、少なくとも。ちょっと Google で探そう、やむを得ない。ちょこれ見て、マリトッツォって書いてる。200円、生クリームベース。これもトレント、トレントさんね、あれあれ、カランジーさんにパンを、マリトッツォのパンをおろしてはるんだけど、あの独自でもやってるから、ちょっと書いてみよう。あれ、ケーキ屋さんが作るとクリームが濃厚、食べてたよな、そういえばな。そう、食べたんですよ。食べた、鼻つけてた。鼻つけてましたあーすごい。これって生クリームともう一個、うちは横なんですか。うちは抹茶といちごとあのチョコをやってるんや、日替わりで。あ、そういうことか。そうそう。あ、しおなさん、動画大丈夫ですか。あ、ちょっと待ってな。あ、いやいやいや、全然いいですよ。すいません、あのただの Vlog 用なので。スーパーに乗りに行くときはこれを着てるんです。これじゃあ今日は抹茶と生クリームですか。そうそう、買って帰ろう。ダメだよ、生クリームじゃないんだけどこれな。ややこしいけどな、マリトッツォってな。あ、下村さんです、はい、こんにちはマリトッツォを作ってる人ですめっちゃピンポイントに。そうなんですよ、うちで。じゃあいつからやってはるんですか。これ俺はあれでしょ、ゴールデンウィーク。あ、そうか、前ぐらいな。買って帰ろう。それ普通に売れる。やっぱり。やっぱり。そうそう、めっちゃね、表のあの看板に書いてたんで。ちょっと落ち着いて、これスーパーにも入れてるから。あ、そうなんですか。さすがにちょっと落ち着いたけどな。そうそう、めっちゃね、あのツイッターの民たちがすごい求めてるんで。一時だって作っても作ってもすぐなくなってたから。そう、買って帰ろうと。思ってる以上に。あれ、あった、よいしょ、これか。じゃあ一つずつ買っていかないかな。これがある。すいません。これと抹茶、抹茶もある。じゃあ抹このマイクさ、優れもんなんが、前と後ろ両方にの音拾えんねん。全体じゃなくて、全体はあんねんで。全方向っていうのはあんねんけど、前と後ろ両方っていうのがなかなかなくて、で僕が大好きなドリキンさんが YouTube で紹介してたから、あのうちの Vlog もあれやもん、ドリキンさんのマネやもん。マネ教えてました。なんかめっちゃおしゃれなさ、ロサンゼルスやった、サンフランシスコやった、西海岸のさ、すごいこうおしゃれな動画を出しはるわけさ。なんかベーグル屋さんとか行くね。でしかもそれがドリキンさんが
ね、もう本当決して褒められた容姿ではないわけブサイクか男前かで言ったら、うん、まあ前者に限りなく近いかなというタイプの人やねんけど、うん、映像むちゃくちゃこだわってて、うん、もうなんちゅうね 4K とか 6K とかいうカメラで撮るわけよ、うん、でそのままそれ編集してアップするから、うん、なんかすっげーおしゃれなの、うん、ロスの街並みとロス余計おしゃれに見えますよね。そうそうそう、それがさすごい、別にあれそのやるわけじゃなくて、そんな、うん、その中であれ Vlog って言って、うん、あのいろんな機材とかさ、うん、Apple とか Windows のマシンの話とかしはるわけよ、うん、その商品紹介というより、うん、生活の中でどんな風に使ってますみたいなのをやりはんね、うん、なんかかっこいいやんそれって、うん、だからそういうのがいいね、そういうの、そういうのがいい、うん、昨日ね、大ちゃん、はい、僕肉の代理機の人と、はい、あのツイッターの中の人と、はい、ちょっと動物の森してんやん、めっちゃテンション上がって思って、はい、まあ、すっげえ楽しかったんけど、はい、いやもう他人のやるの決まったぐらいからもうウキウキして、そう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 、遠足の前にやんねん、そう遠足の1週間前からずっとウキウキするやつね、はい、やったわけさ、はい、でもうそれがね楽しくて楽しくてもう楽しすぎてテンション上がって一人焼き肉来てまうっていうそういう感じ来たよ。あ、なんか牛タン祭りってやってる、すごいすごい、へえ、俺なんか定番の昨日1位になったやつを食べようか思ってんけど、でもあれやな、牛タンいいな、希少部位っすね。そうだよ、牛タン本来希少部位ですからね。さあ行くぜ。うわあ、サイド、5月限定サイドメニュー、これ食べとこうかな、ビビン麺食べよう。うん、1位のやついくわ、1位のやつ、1位の150いくわ、上ハラミ、大陸カルビ、牛タン定食、うん、いって、牛タンの、牛タンの牛タンした、うん、豚じゃなくて牛ね、うん、うまそう、うまそうですね、うまそうね、食べて食べて、はい、食べてくださいね。お待たせいたしました。大陸カルビ上ハラミ定食でございます。こちら 150g のライス中でご用意しております。はい、ビビン麺ですね。もう少々お待ちください。はい、大陸カルビ上ハラミ牛タンでございます。牛タンはレモンダレでお召し上がりくださいませ。はい、失礼いたします。ビビン麺ビビン麺ピビン麺、なんかその辺がさ、分かりづらいよね。B か。ああ、そうそうそう。さあ行くぜ。タン焼けてきた、タン焼けてきた、タン焼きすぎると大変、美味しくなくなるからね。さっきもやあれキムチだけ食べてんけど、うん、でもやばすぎた、ひっくり返るかと思った。美味しいな、焼肉は、うん、本当どっちやんな、ビビン麺なんか分かりにくいな、分かりにくい。これキュウリ抜きとかっていうオーダーはできるんかな。できると思います。できるかな、まあ、めんどくさいからせえかな、うん、飛んだ。うまいわ。あー、ほんと幸せやわ。働こう。なんかこの辺にキリン堂ができてるって噂を来てさ、聞いてさ、うん、できるって噂やったから聞いて来てんけど、もうできてるやんめっちゃできてるやん。あ、でも入られへんねや。まだ、あ、まだ入られへんねや、これ工事中や。あー、じゃあこのコンビニ入ろうぜ。なんかマリトッツォ風、マリトッツォ風すごいな、保険かけてるな。すごい。
ピスタチオか、ピスタチオか、ピスタチオ美味しそうやな。これめっちゃ好きやね、この。うん。店内で作ってるマリトッツォ風なんで、すごいな。こっちなんかメロンパン型やで。7月くらいにはないんやけど、全部準備整ってから出ないと今は、オープン日を公表できないってことでした。でもあったね、キリン堂さん。本当にキリン堂さんできてたね。もともとね、ここパチンコ屋さんだったんですよ。あ、パチンコっぽいでしょ。中古の駐車場のパチンコ屋さんっぽいでしょ。行きましょうか。はい、キリン堂さんができるという噂は本当でした。はい、もう噂も何もないけどな、こんな事実めっちゃ事実こんな看板できたので事実ふう。市役所地下2階です。あ、1階や。なんかすごい車止まってるけど、まあいいや。市役所地下2階です。いや、僕も乗るからね、僕も乗るからね。そんな言わんといてね、はい、バイバイしたバイバイしたらあかんよ、はい、サービス券ゲット、サービス券ゲットやっ た, やった。さあ帰るぞ。もう8時半ね、過ぎてます。はい、8時半過ぎてます。速攻帰って、これご飯食べて帰るとか言われへんのきついよな、これ。しかも今のテイクアウトはみんな9時までですね。9時までですよ、もう終わりや。コンビニしかあらへん。うわ、すごい。これ違う、出口右やで。やってるね。